ルのカリブラ V6 がデビューしたのは1993年 DTM の最終戦ホッケンハイムである。カリブラのシャシーを開発したのはル・マン24時間レースで数々の勝利を収めてきたヨーストチーム。420馬力を発生する 2.5 リットル V 型6気筒ターボエンジンは F1 のエンジン開発で有名なコスワースがチューンした。2ドアクーペのボディはスリックタイヤを収めるために前後のフェンダーが大きく張り出し、巨大なフロントスポイラーとリアウィングが加えられている。普段は見えない車体の下もグラウンドエフェクトを発揮する形状に成形済みである。磨き上げられた空力性能は四輪駆動システムと相まって大パワーを効率よく路面に伝えた。このマシンをドライブしたのはマニュエル・ロイターと元 F1 ワールドチャンピオンのケケ・ロズベルグ。カリブラはデビュー戦で早くも4ポイントを獲得した。94年カリブラはドライバーにジョン・ウィンターを加え3人体制で DTM を戦う。ノンタイトル戦のドニントンパークではロイターが初優勝を飾ったものの、シリーズ戦では振るわず第4戦と18戦の3位が最上位であった。カリブラが最も元気が良かったのは96年である。この年 DTM は世界ツーリングカー選手権と一本化して開催された。カリブラは500馬力までパワーアップし、26戦中3戦でロイターが優勝、ドライバーズタイトルを獲得した。他のオペル勢も健闘し、上位10人に計5名が食い込むという活躍を見せている。この栄冠を有終の美として、オペルは世界ツーリングカー選手権からの撤退を決定するが、結局世界ツーリングカー選手権そのものが96年で消滅してしまった。このレースが再び DTM として復活するのはそれから4年後の2000年のことである。